島根県伊志郡の一伊志郡は、島根県の郡、人口4516人、面積242.88平方メートル、人口密度18.6人、平平方メートル、一家の一丁を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。律令制の施行により制定されたと考えられる。名は、 出雲国風土記によれば、イビシュと平位の地という神がこの地に鎮座していたことに、ちなむという、軍家は種里にあった。郷里天平5年2月30日に成立したとされる、出雲国風土記には7つの里のうちに19の里があったと記され、以下の里の記載がある。旗号と雷島里には、それぞれ2つの里が、他の5つの里には、それぞれ3つの里があった。 式内社、演起式新名帳に記される軍内の式内社。1、市宮村2、水戸屋村3、鍋山村4、飯志村5、中野村6、松笠村7、多根村8、大村9、吉田村10、掛屋村11、須佐村12、旗村13、志村14、と原村15、来島村16、赤名村。ありがとうございます。